命の誕生。それは生まれ出た幼児にとって新しい未知の世界への始まりです。もともと幼児は母親の胎内で鼓動していた時から羊水という水に親しんできたはずです。その幼児の特性を私たちは十分に認識し、水に対する恐怖心を植え込まないよう子どもたちをのびのびと水に親しませる必要があるわけです。幼児の日課は全てが遊びです。幼児にとって遊びは自分たちの生活なのです。幼児はおもちゃや道具があればそれを使って遊びます。またなければないでそれなりに遊びを工夫して楽しんでいます。そして簡単な運動用具を使うようになると、それはボール遊びでも縄跳びでも知らず知らずのうちに体育的な遊びになっています。たとえ運動用具を使わなくても体を積極的に動かせばそれも立派な体育的な遊びです。また気候が暖かくなると子どもたちは喜んで水遊びをします。それが自然の中であれば子どもたちにとってそれは最高の遊びでしょう。子どもたち本来のこの水に親しむという特性を私たちはこれから行う集団教育の中で忘れずに生かしたいものです。さあいよいよ太陽の季節、子どもたちの大好きな夏がやってきました。指導する者もこのチャンスを最大に生かしてください。ドロンコ遊び、皆さんにも懐かしい思い出があるはずです。たとえ水を怖がる子どもでもこのドロンコ遊びは大好きです。男の子はもちろん女の子も大喜びです。顔や手足は洗えばすぐきれいになります。水着を着ていればどんなに汚れても平気です。このように心置きなく遊べるような配慮が必要です。水慣れ、家庭生活の中で朝起きた後洗面器で顔を洗う習慣は水との触れ合いの中で最も重要な第一歩です。毎日の顔洗いの繰り返しが水に触れ親しみ顔をつけることの容易さに結びつくのです。そうした家庭生活の中の習慣を基礎として保育の中でも生かしてください。ホースを使って雨だよと言ってシャワーの雨を降らせます。子どもたちは水と戯れることによりさらに水になれ、気持ちの発散もできてその表情は生き生きとしてきます。遊ぶことより水になれたらいよいよプールに入る準備です。準備体操、楽しく水遊びをしましょう。プールに入る前には必ず準備体操が必要ですが、これも集団で音楽をかけ楽しくやると子どもも飽きずに毎回行うようになります。暑い暑い夏だよ、汗を拭きましょう。Thank you.
シャワーを浴びます。わあ、とっても気持ちいいよと指導員から叫んで嬉しそうな顔をすれば、子どもたちはたとえ肌に冷たく感じても集団心理上嫌がる子もいなくなるでしょう。こういう心理的効果を狙うことも重要なことです。もちろん体をよく洗うことは十分に指導してください。お話。さあ、プールとの触れ合いです。でもプールに入る前に指導員はまず子どもたちにお話をしましょう。水を怖がらず楽しく遊べるように、犬や猫は泳ぎを知らなくてもどうして泳げるのかとか、人間だって何もしなくても水に浮くものだとかいうことを話してください。そして指導員自身が水に浮いてみせましょう。子どもたちは脅威の目を見張り、水に対する不安は極度に減るものです。そしてプール遊びの仕方を楽しく説明する中で、プールの中で絶対にしてはいけないこととか、指導員の指示には必ず従うこととか、守るべきルールと社会性をきちんと教えてください。その話し方も子どもたちに安心感を与えるムードが大切です。入水。子どもたちをお話でリラックスさせたら、いよいよ水に入りますが、その前にもう一度シャワーの代わりに水をたっぷりかけてあげてください。そして元気よく一斉にプールに入れます。プールの中は楽しい反面危険が伴います。指導員は目の高さを子どもたちと同じ位置にして、水への恐怖心を和らげ安心感を与えましょう。そして一人は必ず全員を見渡せる場所にいることを忘れないでください。顔洗い。体が水に慣れたら顔洗いです。プール遊びで顔が濡れるのを嫌がったら、とても泳ぎを覚えるどころではありません。子どもたちには洗面器で顔を洗う要領で、繰り返し十分にやらせてください。水合戦。顔に水がかかっても平気になれば、いよいよプール遊びです。まず誰もが知っている水かけっこから始めましょう。一番単純ですがとても面白く、本人が意識をしないで水中で体を動かすコツを覚えます。ただし顔ばかりに集中してかけるのは避けるよう子どもたちに注意してください。汽車ポッポ。今度は積極的に足を動かす水中歩行を習得するための汽車ポッポです。最初は指導員を先頭にして行います。そして子どもたちが慣れたら、元気の良い子を先頭にプールの中で輪を描くように歩き回らせてください。カニさん歩き。水中で動き回ることに慣れたら、カニさん歩きをしましょう。背が立たなくても浮力があるので、指で体を支えるだけで体が浮くことを子どもたちを実感として理解します。次はこんな風にやってみてください。目と鼻だけを出して口でブクブクやることは、子どもたちにとってとても興味のあることです。水泳の呼吸法を会得するのに役立つので、全員が慣れるまでやってください。
ワニさんごっこ。ワニさんごっこは体を浮かすコツを覚えるのに役立ちます。遊びながら正しい浮き方を習得させてください。前に進みながら顔を水につけたり出したり繰り返せば呼吸法も会得します。 2,3 回ではなく次から次へと繰り返し行ってください。子どもたちは楽しく学べることは決して嫌がりません。息こらえ。今度は文字通り水中で息をこらえるゲームです。子どもたちが怖がるといけないので、まず指導員同士でやってみせてください。次に子どもの手を握り水に潜らせ、先生と一緒だから大丈夫という安心感を与えてください。そして十分に慣れたら水中で目を開ける練習もします。それがちゃんとできるようになったら、指導員の見ている前で一人一人で潜れるよう段階的にゲームを進めてください。宝探し。水中で目を開けられるようになったら宝探しは簡単にできます。宝を探し回るためにあちこち水中を動き回るので、自然に泳ぐコツを覚え、ますます水に興味を持つようになります。ロケット遊び。水中に平気で潜れるようになったら道具を使ってのプール遊びをします。ちょっと勇気がいるので、初めは足から入り、慣れたら頭から入るようにしてください。子どもたちは大喜びです。浮島遊び。今度は浮島で遊びましょう。発泡スチロールの浮島は大人では一人しか乗れません。でも子供なら 3,4 人は乗れます。こんな風に乗るのに慣れたら、次は子供たちが大喜びで遊ぶゲームです。浮島の陣取りです。みんなすぐに慣れて実行します。もし水中に落ちてもかえって面白がるくらいで何も心配はいりません。ビート板を使っての浮き遊び。プール遊びもいよいよ最終段階です。本格的水泳に入る前にビート板を使って体を浮かせるコツだけを教えておきましょう。腕をまっすぐに伸ばし、ビート板を持ち、体から力を抜けば簡単に体が浮くということを根気よく指導してください。慣れてくればバタ足の練習をするのもいいでしょう。ここまで来ればもういつでも水泳の段階に進めます。見違えるようにたくましくなった子どもたち。それを見て大喜びのお母さんたち。指導員たちもここまで子どもたちを育てたことに大きな生きがいを感じるでしょう。子どもたちもきっと次の水泳指導が待ち遠しいことでしょう。
習の一区切りを終えたら、できるだけ修了証書を渡しましょう。一つの段階を立派に終えたという子どもの満足感は、次の段階に進む大きな励みになるのです。